俺たちはその実戒を打つために集まった七つの大罪だ。え？フルカウンター覚えとけ。メイドの土産にな。さあさあ豚野郎ども、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。待ちに待った新豚の帽子亭の落成式だぜ。さっさと見ようぜばん。オッケー団長。それは俺の役。よっ、完璧じゃねえか。勝手なことしやがってこのクソ野郎だが、豚に惹かれて死んじまえ。嫌なこった。怒んなよ師匠、最高の残飯食わせてやっからよ。バンは許す。にしし、どうだエリザベス、すげえだろ新しい帽子系は。はい。エリザベスちゃ ん、別にこいつが作ったわけじゃねえからな、何もしてねえからな。おいホーク、偽の改装費を誰が払ったと思ってんだ。国王だろ。ち、知ってたか。たくしょうがねえやつだな。メリオダス、少し良いか。どうしたバルトラ。今朝、ある予兆を見た。予兆？真昼の月輝き、垂れ込める霧、王都を満たす時、七つの大罪は再び集結する。キングとディアンヌか。けどよ、月なんかどこにも出てねえぜ。プクプク。うむ、今はまだその時ではないのだ。ディアンヌ、戻ったか。マトローナも水浴びしてきたらどう。そうだな。あ、足元気をつけて。え、ベロベロ嫌い。おっと、のんきなもんだな。妖精王様。なんだい、ゲラード。先ほどから妙な視線を感じるのですが。視線ってどんな。詳しくは何とも。いえ、気のせいかもしれません。ん？それにしてもなんだかみんな楽しそうだな。ねえキング、みんなで踊ろう。え、あ、うん。ハーレクイーンとディアンヌの話は真実なのだろうか。もしグラキシニアが生きていて魔神族に組しているとすれば、やはり3000年前のあの事件が引き金に。ゲラード様。よかったっす、生きていてくれたんすね。あ、私たちは今何をしていた。やっ、愚かっす。はっ、やっ。
うるさいっす。やっ！失礼。失礼。正解っす。君らの実力じゃ死ぬ気でかかってきてくれないと3秒も楽しめない。新霊装シャスティフォル第二形態ガーディアン。なあって閉めた。あの勢いで壁にぶつかれば脱出口が開くかも。ここは魔力で作られた建造物か。よそ見してる暇はないっすよ。霊装バスキアス第二形態ガーディアン。これは運命です。ヘビーメタル。怖いか。これはどうだ。運命です。怖いか。これはどうだ。ヘビーメタル。お？ヘビーメタル。お？
ヘビーメタル。おお。娘よ、お前はまるで理解していないようだな。巨人族の力とは己の筋力のみにあらず、我らは大地の力をどれほどその身に変換できるかで強さが決まるのだ。それが今の限界のようっすね。現役妖精王くん、君も実界と戦うには力量不足すぎる。妖精王たるものが未だに羽も生えてないとは前代未聞の珍事っすね。それじゃあ心霊層を連発するどころか維持することも難しいっすよ。殺すならさっさと殺せ。そっすね。じゃあ死んでもらうっす。ディアンヌ、ごめん。君を守ってやれなかった。ただし、君らが私らの期待を裏切ったら、はあ、今より何時らに試練を与える。君らには私らを超えてもらうっす。霊槍バスキアス第七形態、ムーンローズ、命の雫。君たちにぜひ証明してほしい。あたしらの選択が正しかったのか否かを。うわ。そして約束するっす。この試練は必ず君たちに大きな成長をもたらすと。でも当然その代償は大きい。一歩間違えば死ぬっす。強制はしない。ゆっくり二人で考えるといいっす。やる！アニジャは先の戦闘で傷つき、未だ意識が戻らん。ガラン、グレイロード、フラウドニムは七つの大罪に打たれ、モンスピートとデリエリの行方は未だつかめず。無能どもが。なんだか頼りない後輩たちっすけどね。ねえ、そういう問題じゃないよ。その意気込みは評価するっすよ。ドルキモト、ヘカトコベ、ノクタセン、キエト。ドルキモト、ヘカトコベ、ノクタセン、キエト。あ、うん、
これは私たちのもう一人の友人から教わった術っす。冗談だな。グロキシニアも何か言ってやれ。え？ああ、いや誤解だよ。おいらはキングで、こっちはティアンヌ。こんな姿になっているのには事情があって。こんな姿っていつものお前らじゃねえか。それに誰だよ、キングとティアンヌって。ああ大丈夫かお前ら。どうして君がここへ。どうしてって4人で落ち合う約束だったでしょ。でもその姿は、その背中についているものって。ありえない、妖精族の羽とも違う。当たり前だろ、エリザベスは女神族なんだからよ。エリザベス様が女神族。よし、出発するぞ。え、どこへ。ああ待ってよ。待ってってば。ディアンヌ、ここは3000年前のブリタニアなのかもしれない。え、女神族がこうして目の前にいるなんて。彼らは対戦で力を使い果たし、実体を失ったはずなんだ。このブリタニアもそうさ。オイラたちが知る景色がどこにもない。それにオイラたちの瞳。何？まだ実戒になる前の二人なんだよ。でも3000年前にエリザベスがいるのはどうして。確かにエリザベス様にそっくりだけど。ひとまずオイラたちはこの時代の巨人の王と妖精王として行動する方がいいかも。だね。森を抜ければ化石の谷だ。準備はいいな。え、準備って何の。魔力が桁違いに高い。我は実戒、剣心のカルマディオス。実戒のカルマディオス。オイラたちの叶う相手じゃない。逃げよう、キング。ダメだ。逃げればそいつの開墾にかかる。絶対に逃げるな。そんなこと言ったって。
オイラのディアンヌの欲望。霊装バスキアス第二形態ガーディアン、ネクロジス、ディアンヌ腕は封じだよ。ギガロック。エビル・トレス。悪く思うな、カルマリオス。メリオダス様、クリッカウンター。なぜだ、己そこに舞い戻って同胞たちを。やったのかな。ひとまず退けたってとこだろう。まさか女神族の新兵長か。女神族の新兵長。そうみたい。ようやくお戻りか。三人がかりで実家一匹を退けるのがやっととはな。ん？ネロバスタ、その辺にしておきなさい。この魔力、まさか。いざまつけ人間ども。このお方こそ我らが導き手、四大天使ユドシエル様だ。戦火に傷つきし我らが塔を救えたのは何より。私はあなた方を歓迎しましょう。あ、ありが。女神族の四大天使。ちょうどよかった。皆さんに朗報です。すべての種族が待ち望んだ聖戦の終結がやってきました。それじゃ魔人族との和平が。魔人どもを根絶する時です。人族を根絶やしにするですって。ユドシエル、あなた正気なの。エリザベス様、これは聖戦なのですよ。口が過ぎるぞ、ネロバスタ。これはかねてよりの計画です。あなたは言ったわ、すべての種族が待ち望んだ平和がやってくると。それをメリオダスの前でよくもあんな。エリザベス様、目を覚ますのです。魔人族など虫けらの糞も同然。我らと同じ生命体と誰が認める。奴は忌むべき魔人王の後を継ぐ者。追いましょうか。いや、放っておけ。あの小娘には何もできない。それより今は計画の遂行が最優先だろう。はぁ、あ、この試練どうやったら終わるんだろう。兄上。ん？ため息などついてどうされましたか。ゲラード？本当に君なの？え？でもどうしてグロじゃなくてオイラのこと知って。妹が兄の心配をするのがそんなにおかしいですか。妹？兄上、何かいつもと様子が違うような気が。あはは、そんな気のせいじゃないかな。ん？ゲラードがグロキシニアの妹？つまりそれってオイラとエレインみたいな。そうだ、ゲラードは初代妖精王の頃から仕えてたって話してくれたことはあったっけ。でもこの姿、雰囲気、オイラの知る彼女とは全然違う。あの、私の顔に何かついてますか。
あ、いや、なんでも。あ、そうだ。はい。森の奥から、うっすらと不思議な魔力を感じるんだけど。お忘れですか、兄上。ん？あれは、兄上の留守中、リュドシエル殿が張られた結界。ああ、そうだっけ。表向きはそうなっています。ん？兄上、すみません。ん？生き栄です。魔神族をおびき寄せるための。生き得だって。大気が震えている。怒りに満ちた魔力が近づいてくるよ。実戒たちが魔神軍を率いてきたのか。お前は誰だ。私は女神族エリザベス。これ以上進んではダメ。わざわざ死にに来たのかしら。あの魂、わしが食っていい？ここ数日の間に数万以上に上る同胞たちが次々と姿を消している。そして彼らのものと思われる微弱な魔力がこの森より発信されている。それも大量にね。お嬢さん、この事実をどう捉えるか。え、返してもらおうか。私たちがあなたたちの仲間を捕虜にしていると、とても信じられないわ。お前が信じるかどうかなんて関係ない。こっちは仲間を連れて帰る、それだけだ。でもここはとにかく引き返して。リドシエルが何か企んでいるわ。信じられっかよ。それともそれがハッタリじゃねえ根拠があんのか。ないわ。でも信じて。私はこの戦いを早く終わらせたいの。どうした。どうやら昨日の兵を追い返したのがあの小娘のようです。あの目を見ていると戦うことが嫌になるとか。信じて欲しけりゃ同胞を解放しろ。その話が真実なら今すぐ掛け合うわ。やつが拒んだ時はどうする気だ。もし彼が拒んでも私が何とかする。いいだ。巨大なアーク。アークの中で体と魔力を蝕み、生かさず殺さずの状態で捕らえられていたのか。姉貴！リュドシエルの野郎！彼らは十分に役目を果たした。ご褒美だ。楽にしてやる。君たち、
よくもエリザベス様に無礼を働いたな。怒られるのは僕らなんだぞ。これで処刑確定って、どのみち魔人族は処刑ですけど。あいつらは四倍天使が2匹バカ、少しは遊びそうじゃない。ところで実戒が罠にかかるかどうか、賭けは私の勝ちですね。チッチ、それは無効だね。僕は実戒が全員揃うかどうかに賭けたんだ。女神族の冗談って笑っちゃうくらい笑えないわよね。じゃあサリエル、次は実戒を仕留める時間をかけませんか。そうだな、僕は5分だ。タルミエル、君は。私は10秒。全員退避。ゲメナワーク。しまった。すまないね、お前たちの仇は必ず取る。魂殿、裁きの光に滅せよ。はい、5秒、私の勝ち。残念、まだ2匹残ってるよ。ちょっといきなり何よ。残念、5匹だよ。ん？お？学園長。ああ、サリエル、何かしら、まるでハエが止まりそうな拳じゃないの。なんだ、続きを言ってみろ。いつまでやってるつもりですか。あっさり、つまんなデリー、お前さんの獲物を横取りしてしまう。あなたたちの今の表情最高。なるほど、面白いね君。攻撃を確実に回避したつもりだったんだが。いい感してる。君が死ぬまで僕を存分に楽しませて。ビッ、モンスピリット様、ここは私が。言ったよね、5分で済ませるって。ルドシエル様、ご分を。一つ言い忘れていた。はい。ルドシエル様、まだ何か。念のため今のうちに援軍を呼び待機させておいてくれ。
我らとはいえ実戒を相手に戦うのはいささか骨が折れよう。直ちに門を開き援軍を要請します。では共に天界の門に向かおう、ネロバスタ。はい、リュドシエル様。リュドシエル様は知力、魔力、カリスマ、すべてを兼ね備える最高の四大天使。この地を手中にするのは時間の問題。聖戦の勝利のために家族も友も捨て去ったリュドシエル様の覚悟を無駄にしてはならない。ただ一つの目的のためにすべてを捨て去った男か。俺もそんな男を知っている。聖戦に勝利した暁にはこの門が同胞たちを迎え入れる。実戒なんぞ所詮は醜い獣。そしてリュドシエル様は最高の狩人。獣を追い込み確実に仕留める。頭の悪い子ね。それは追い詰められた獣がただの獣だった場合よ。はじめまして、さようなら。どうやらここまでだね。ああ、これしか方法はねえしな。の、モンスピート様、デリエリ様、何を。フナウドリン、わしらは撤退の準備じゃ。我が六つの神の像をニエと捧げ契約する。解放せよ我が魂に内在せし本性を。うわぁ、それは私たち実戒の中でも限られた者にしか許されない禁忌の術。術者は元の姿と理性を失うことを対象に最悪の存在と化す。その名はインデュラ。少子、それがどうした。汚らわしい獣風情が。お二人は四大天使リュドシエル。大した玉じゃ。だ、これでしまいじゃろ。
タルミエル、お前たちも手伝わぬか。で、ごめんなさい。俺イケてます。この化け物どもが。とことんやるか。面白い。ならば四大天使の名にかけて。あなたを下がって。私が止めます。エリザベス様、共に力を合わせこの醜い獣どもを撃ちましょう。いいえ。救います。エリザベス様、正気ですか。あいつらには救う価値などない。あいつらを殺せば我々メガニ族、いや多種族にとっての脅威も減るのです。ひいては聖戦の終結も。どんどんまだまだしい姿に変化していく。あいつらの中の闇がエリザベスの光に必死に抵抗してるんだ。押し戻されるぞ。私は諦めない。押されているな。私たち四大天使を圧倒する化け物ですよ。これ以上の茶番には付き合えん。今のうちに奴らを始末する。ダメダメ、やめて。リュドシエル。メリオダス。いつの間に。俺に任せろ。メリオダス、ありがとう。ごめんなさいなんて私には言う資格がないかもしれない。私のせいであなたたちの仲間が死んだも同然なんだから。何をおっしゃるのですか、エリザベス様。魔人族のどこに救う価値があるのです。価値ならば、その価値とは誰が決めたの。誰かが決めていいものなの。朝の光も夜の帳も誰にも等しく降り注ぐわ。人間に、巨人族に、妖精族に、女神族に、そして魔人族に。オタクはもういい。最高神様は決してお許しにならんぞ。私は誰に許しを請うつもりもありません。サリエル、タルミエル、さっさと来い。我々三人でメリオダス者とも実戒を打つぞ。やるか。オッケー。ん？お前たち見りゃわかるだろう。私たちは私たちの意志で動かせてもらいます。エリザベス、いてWe'll be right back.
元に戻った。お前のおかげでな。よかった。エアマトインナ空空アラココク。エアカイカリフオイ。ちっかい。エアマトインナ空空アラココク。無力のゴーセル。エアカイカリフオイ。信仰のメラスキラ。エアマトインナ空空アラココク。エアカイカリフオイ。もうじき魔界の門に刷新できるわ。よっ、名人ゲー。いつの間に恩寵の光に。何があった？あいつがやりやがった。あの人間か。このイメレさん。死にたくなかったらとっとと逃げろ。こいつを恩寵の光に近づけさせるな。魔界の門が開くまでここは通さねえ。貴様ら魔人族とグルだったのか。魔人族とは目的が一致しただけさ。俺たちの目的はただ一つ、てめえらの抹殺だ。どうだ、今のはかなり悪者っぽかっただろ。もうなんなのこの子、調子狂うな。
いい反応ありがとう。だが、こういうたわいのないやりとりはやはり愉快だ。許してくれ、悪気はなかった。違う、ゴーセルじゃない。ふむ、俺がゴーセルではない。どういう意味だ。はっきりとはわからないけど、オイラの知る君とはどこか違う。つまり俺の知らない俺を知っている。ふむ、興味深い話だ。ゴーセル、もう閉じちゃうわよ。今は門を完成させることに集中したいんだけど。あれは、ああ、閉じてくれ、メラスキラ。後で酒だる5本分、おごりなさいよ。ふん。謝ってる人の態度じゃないよ。彼の魔力は精神に影響を及ぼす。気をつけて。ディアンヌ、君の記憶を消した張本人は彼なんだ。おっと。さあ僕の記憶を返して。違うんだディアンヌ、君の記憶を奪ったのは彼なんだけど、それはあくまで3000年後のゴーセルで。話が全く見えない。お前たちに会うのは今が初めてなんだが。僕たちは本物の巨人の王と妖精王じゃなくて、あ、いや、あ、体は本物なんだけど中身は全然違うところにあって、オイラたちは3000年後から来たんだ。信じるかは君に任せるよ。ほう、面白い。その話、直に聞かせてもらいたいな。直？